皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第42日です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、6×-2×4、掛け算の中に負の数が1つ入っていますね。ですから答えは負の数になります。まずマイナスの符号をつけて数字絶対値を掛け算します。 6×2×4 ですね。これを計算するとマイナス48、こうなりますね。丸2番です。-9÷2×-4、この÷2の部分ね、逆数を使って掛け算にして計算します。-9×1×-4 になりますね。とこの2と4を約分します。掛け算の中に負の数が2つあるので答えは正の数になりますね。そうすると9×2÷18 と、これが答えです。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、この丸1ダッシュ、同じ式が書いてあるんですけれど考え方が2つあるのでそれ別々に、やっていきたいと思います。まず7÷100×A、 割り算を逆数で掛け算にして7×100×A にしますね。そうすると100×7A、 こうなります。こちらですね、同じ7÷100×A、 この割り算の部分を先に分数にしてしまいます。割る数が分母に来るので100÷7が上に来ます。かける A となって100÷7A、 これが答えです。ちょっと答えの形が違うんですけれどどちらも正解になります、ね、この A ってこの後ろにつけてもいいんですね。括弧3番です。次の数量を文字式で表しましょう。丸1、分速 70m で A 分歩いた時の道のり。道のりは速さ×時間、こういう計算で求めました。ここでは速さは分速 70m、 時間は A 分なのでこの2つをかけます。 70×A ですね。ですから答えは 70Aメートル と、こうなるわけですね。丸2、 A に5をかけて B を引いた計算の答え。この場合はここに書いてある通りに計算していきます。 A に5をかけますから A×5、 そして B を引きますから引く B、 こうなりますね。5A-B、 これが答えというわけです。括弧4番、丸1の問題を参考に丸2を文字式で表しましょう。こんなふうになっています。丸1、200人の 3% は何人ですかと。 1% というのは小数に直すと0.01、 分数は100分の1でしたね。ここでは100分の1を 1% として考えて 3% は100分の3になりますから 200×100 分の3、 これを計算します。約分しますね。で 2×3 で6人ね、これが答えです。これと同じように丸2、ね、こちらを参考にして丸2をやるんですね。300人の X% は何人ですかと。
ね、3% が100分の3ですから x% は100分の x と考えればいいわけです。ですから300人の x% を出すときには300×100分の x とこういう計算をします。と300と100を約分しますね。と 3×x なので 3x となって答えは 3x2 とね、こうなるわけです。次ですね、ここはちょっとカッコしておきましょうか。カッコ5番、 A、B をそれぞれ別の自然数とするとき計算の答えが自然数になる式を選びましょうと、ね、自然数というのは正の整数のことでしたね。で、正の整数、これぞれ、ね、それぞれ計算して答えも自然数になる、そういう式を選ぶんですね。まず、A プラス B、 自然数足す自然数、正の数、整数足す正の整数、これは必ず正の整数になるのでアはいいんですね。い、A 引く B、A 引く B、これはどうでしょうね。例えば3引く5とした場合、どちらも自然数ですけど、引き算するとマイナス2と負の数になってしまいますよね。負の整数になる。ですから整数にはなりますけれど、自然数じゃない整数です。ですから E はダメですね。う、A×B、 自然数×自然数、ね、例えば 3×6 と 5×8 とかやると全て正の整数になりますよね。ですからうは、選んでいいんですね。 A です。 A÷B、 自然数割る自然数やったとき、例えば2÷5、どちらも自然数ですけど割り算をするとね、0.4、 小数だったら、分数だったら5分の2というふうに小数や分数になる場合があります。ですから A はダメなんですね。選ぶのはあとう、この2つということになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。